体何をしているのかしら。あ、ナコレルと味方、おはよう。タア。おはよう。ところでマナリ、一体何をしているの？あのね、どうしたの？実はあのヌペポックの実が欲しいの。どうしてヌペポックが欲しいの？あの実は美味しくないわよ。食べるんじゃないの。あのね、こないだおばあさんたちから聞いたんだけど、ヌペポックの実を持っているといいことがあるんだって。だからどうしても欲しくて。だけど何回飛んでも届かないの。悪いけど、お願いしちゃったりなんかしてみようかな。やあみんな、朝も早くから何やってんだ？あら、珍しいわね、ヨンタマが早起きするなんて。もう、なんだか急にパッきっちり目が覚めちゃってさ、今の俺は実にすがすがしい気分だな。ところでマナリ、一体何をやって。どうしたマナリ、顔が赤いぞ。ごめんね、ミカト。やっぱりあの実は私が取る。どうしてもなの。ごめんね。おい、ミカト。マナリのやつ、一体どうしたって言うんだ？何かの儀式か？それとも健康促進のため？病気？病気じゃないもん。タア！へえ、そうなのか。たく、そこまでして幸運に恵まれたいのか？いやしいな、まったく。よし、もう少しで。
ともう少し、もう少し。あ、危ないわ、マナリ。私、諦めないもん。もう少し、もう少しなのに。あ！え？ああ！重い。早く降りろ。失礼だよ。そんなに私重たくないもん。わかったから早く降りてください。あまりの軽さに背骨が折れそうです。ったく、どうでもいいけど俺を巻き添えにするのはやめろよな。ごめんね。次は気をつける。だけどもし私が落ちてきたら避けてね。次ってまだやるの？うん、もうこうなったら引き下がれないもの。ダメだよ、あいつこれぐらいで諦めるやつじゃねえもん。なんじゃなんじゃ、朝っぱらから地震か、それとも地割れか。こりゃ天変地異の前触れじゃ。この前のわしらの話を聞いて、マナリはあの実を取りたがっておるんじゃな。違うぞい、ミカト。あれはな、ヤンタムーが自分からぶつかっておるのじゃ。マナリに怪我をさせんようにの。
なあ、マナリ、もうこれで最後にしようぜ。次できなかったら諦めな。やったな、マナリ。すごいわ、マナリ。おめでとう。おめでとう。めでたいの。やった、やったよ、ランタム、取れたよ。よかったな。お前が諦めなかったから取れたんだよ、きっと。もっと褒めて。ところでマナリ、どうしてそんなにその実が欲しかったんだ？その実がいくら幸運を呼ぶって言っても、お前のドジは治らんぞ、多分絶対に。うん、だからヌペポックをね、ヤンタムにね、あげたかったから取ったんだ。はあ？そうだったのか。はい、これあげるね、ヤンタム。感謝してよね。わしらの若い頃を思い出すの。青い春じゃの。ええー、の。ねえ、これを持っていればいいことがあるって。そんじゃ、もうマナリに体当たりされなくても済むってことか。もう、ヤンタムってば。ところで、言い忘れておったが、マナリア、ヌペポックの実というのはな、良縁に恵まれる実なのじゃよ。マジ？どっちかというと、マナリが持っておった方が良いのではないか。確かにそうじゃの。ヤンタムのような軽い男が持っておったら始末に負えんぞ。ヤンタム、やっぱりそれ返してよ。嫌だね、一度もらったものは返さないぜ、これさえあれば。取り返してみろよ。のどかじゃの。平和じゃな。だけどうるさいの。返して。嫌だねって石を投げんな。
それにしても時間が経つのはあっという間だな。そうだね、ナコルルが帰ってきてからもう半年以上になるんだもんね。ああ、このままあっという間に俺もおっさんになっちまうのかな。ま、俺ぐらいかっこよければ熟女殺しの異名を持つ美中年になることは間違いないけどな。ヤンタム、殺すのはいけないわ。文字通りの意味にとるなよ。俺はおっさんになってもいろんな女の人を落とすだろう、そういう意味だ。落とすって谷に？ヤンタム、落とすのはいけないわ。違うだろう。こらマナリ、今わざと谷とか言ったろ。ごめんなさい。ねえ、ヤンタムはどんな大人になりたいの？うん、俺はな、そら平凡で平和な家庭を築きたいんだ。本当に？なんで驚くんだよ。万丈の人生とか、美女が5万といる大宮殿を追っ立てるとか、男のロマンはいろいろあるけどさ、一人の女を愛し続けて幸せにしてやるってのも結構かっこいい気がするんだよな。意外。ん？なんだよ、人がたまに真面目に答えてやりゃ意外とかなんとか言いやがって。悪かったな、どうせ柄じゃねえよ。うん、そうじゃないの、なんかいいなと思って。ねえねえ、子供とか何人ぐらい欲しい？そうだな、少ないよりは多い方がいいな。いっぱい欲しいよね。名前を覚えきれないぐらいがいいよね。子供の名前ぐらい覚えるだろ普通。そうだよね。じゃあさ、家はどんなのがいい？家？もう家は少し狭いくらいでいいよ。だけどさ、家の前に苗木を植えてどんぐりの木を育てたいとか思うね。いいなそれ。子供が登って遊べるようになるといいね。うん、そうしよう。っておい、なんでお前が納得してんだ。まるでマナリと結婚するみたいじゃないか。え、あの、それじゃあさ、ヤンタムにはもう決めた相手が いるの。そりゃいないね。俺みたいな美男を女の子たちはどうして放っておくんだか。あのさ、ヤンタム、じゃあさ、誰もお嫁さんになる人がいなかったらさ、私がなってあげてもいいよ。やだよ、お前の子供ってドジっぽそうだもん。だよ、お父さんがよければ。まあそれは俺様の子供だったら木ぐらい簡単に登れるだろうけどな。よし、それじゃあマナリがばあさんになっても嫁に行けないようだったら俺がもらってやるよ。本当に？はあ、早くおばあさんにならないかな。なんか言ったか？なんでもないです。
コロロは将来どんな風になりたい？いいよ、私の将来なんてつまらないから。それよりマナリはどうなりたいの？え、私？マナリは一生ドジを続けていくんだよな。そしてカムイコタンにドジ名人として名を残す、もしくは世界にドジ王として君臨するんだ。そんな、ひどいよヤンタム。私だってこうなりたいって夢はあるんだから。なんだよ、じゃあ教えろよ。あのね、ドジをする回数を減らしたいの。今は3回に1回は何かドジしてるけど、死ぬまでに5回に1回くらいに減らしたいな。おいおい、その夢は奇跡でも起こらないと叶わないぞ。奇跡かもしんないけど、可能性はなくはないでしょ。なかなか起こらないから奇跡って言うんだぞ。いいの、信じてればきっと叶うの。そうだ、もう一つお願いがあるの。お願いって、もうすでに神頼み決定か？うるさいな。あのね、私、歌がもっと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 上手くなりたいんだ。そしたらさ、イアンダム、聞いてくれる？聞いてやるよ、いくらでも。時間だぜ、ミカト。背伸びしてないで寝ちゃいな。ほら、おやすみ、寝ちゃーい。やれやれだな。